ロシアと国境を接する北欧フィンランドの議会は NATO 北大西洋条約機構への加盟に関する本格的な審議を始めました。フィンランド議会で始まった本格的な NATO 加盟に関する議論、現地メディアによりますと現時点で半数以上の議員が加盟を支持しています。 NATO 加盟に向けた議論は20日から安全保障に関する審議の中で行われています。フィンランドではロシアによるウクライナ侵攻開始後 NATO 加盟を支持する声が高まっていて、現地の世論調査では支持が 59%、 反対は 17% と支持が大きく上回っています。マリン首相は13日、数週間以内に結論を出すとの方針を示しています。